今日もゆっくりスワローズ。はい、始まりましたスワローズテレビ第41回。マゼです。後輩 S です。というわけで、普段はヤクルト選手の知ってもらいたい3つのポイントについて紹介しているわけなんですけども、それを紹介するにあたって結構ネット記事とかスポーツ新聞とかを見るんですよ。でそれを見ている時になんですけども、そこで高津監督の言葉に影響を受けたという選手が結構いらっしゃるんですよ。そうです、はい。で一番その中で有名なのが絶対大丈夫ですよね。そうですね、はい、絶対大丈夫が一番浸透しすぎてるっていうのもあるんですけど、はい、そこまではいかないまでもインタビュー聞いてて、はい、いい言葉だなとか、とある選手に言った言葉とか、はい、2つなんですけどいいなって思うのがありますので、ご紹介させてもらっていいでしょうか。はい、じゃあお願いします。お願いします、はい。それでは1つ目、はいはい、人生には成果が出なくて悔しい時があると思います。しかしそのプロセスが経験となり生きていく糧になっていくのです。これはですね、はい、直接誰かにこうなんだよって言った言葉ではない、小津、はい、さんが現役最後 BC リーグ新潟のチームの方に在籍だった時にインタビューされての言葉なんですけど、小津さんっていう人が大卒でヤクルト、それからメジャーリーグ、そしてまたヤクルトに復帰して韓国だとか、あといろいろ渡り歩いて最後、はい、BC リーグに行き着かれたんですけど、いろんないい時も悪い時も含めてその時々のプロセスが今までの自分を支えていると、今生かされているんですっていういろんなものを含めたようにそれを言葉だなと思って、まず1つ目これを挙げさせてもらいました。はい、2つ目、小さくなるなよ、スイングも人としてもスケールの大きな人間になれ、グラウンドでみんなから注目されても恥ずかしくないようにしっかり堂々とやりなさい。村上選手が入団して間もない頃ですね、高津さんも2軍監督をされていて、もうすでにその時にこの選手はとんでもない成長を遂げて自分で大活躍するというふうに感じていたそうなんですけども、だからこそスケールの小さいことをしてるんじゃないよと、いろんなことを含めて大きな人間になりなさいと、どういったような意味合いかなっていう言葉をかけられたそうで、その言葉を受けて皆さんもご存知のように村上選手は年々成績も上がり、というわけで絶対大丈夫以外の高津監督の言葉を紹介していただきましたけども、はい、調べれば調べるほどいろんな選手のインタビューに出てこられるんですよ、高津監督。そうですね、はいはい、他にもいいこと言ってるなっていうことがあったらまた紹介したいですね、はい、そうですね、はいはい、スワローズテレビではヤクルトに関する動画をどんどん上げていこうと思います。この動画が少しでもいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ではまた見てね。バイバーイ。バイバーイ。